こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日はジュリアン・エノンポール・マッカートニーが作曲したヘイ・ジュードとの愛憎関係を明かすとのニュースです。ジュリアン・エノンにとってポール・マッカートニーが自分のために書いてくれた悲しい曲は良いものにはならなかった。ミュージシャンであり、写真家であり、ビートルズのアイコンであるコジョン・レノンの息子である彼は、クラブ・ランダム・ポッドキャストの最近のエピソードで、トーク番組の司会者であり、 自称ビートル好きのビル・マーハーと対談し、ファブフォ4のヒット曲「ヘイジュード」に対する複雑な感情を明かした。ポッドキャスト出演中、レノンは自分の人生について回顧録を書こうと考えていることを明かした。そしてマハーは、彼の半生を映画化する際には、両親の離婚をきっかけに、マッカートニーが幼いジュリアンに会いにドライブするというフックから始めることを提案し、ヘイジュードの話題を促した。レノンは、 自分自身がそのシーンを生きてきたこともあり、提案されたシーンにそれほど興奮しなかったようだ。ベノンはこう説明した。僕はおそらく生きているほとんどの人よりもその歌を聴き、その演奏を聴いてきたと思う。僕の大切な友人たちでさえ、ギターを弾きながらヘイジュードを歌うおむつ姿の赤ん坊を送ってくる。ベノンは善意の歌には感謝しているが、もう一つの現実は。 この歌が実際に起こったことを思い起こさせる深んく暗いものだということを人々が本当に理解していないということだと続けたパパが出て行ってママと私を置いて出て行ってしまったんだ私はまだ3歳だったけど何かあったんだと気づいたよでもママにとっては悲痛な出来事だっただからあの時とあの場所を思い出すんだだから私はこの曲の両方の面を理解しているけど 多くの人は必ずし、もこの曲の暗いいい影と日を理解していないんだビートルズ最大の全米シングルは1968年にリリースされた。マッカートニーが「ヘイジュードを書いたのは1968年の夏でもともとは「ヘイジュールズ」だったがマッカートニーは「ヘイジュードに変えたと2021年に出版されたポール・マッカートニー・リリックスで語っている。 ジュードはミュージカルのオクラホマの登場人物ジュードに由来するとマッカートニーは書いている。私がジュールと呼んでいた。ジュールにとって父親が自分のもとを去り、両親が離婚することがどれほど辛いことかを考えていた。最初は励ましの歌だった。マッカートニーはジョン・レノンのために初めてこの曲を演奏した時のことを思い出した。その時、彼がこの曲が息子のジュリアンのためのものだと知っていたかどうかもわからない。この曲は。 ある日、私がジュリアンと母親のシンシアに会いに出かけたときに始まったんだ。その時ジョンはシンシアの元を去っていて、私は友人として、イギリスのサリー州のケンウッドに挨拶と、彼らの様子を見に出かけていたんだ。小野陽子との離婚騒動の渦中にあったジュリアンと彼の母、シンシア・レノンを訪ねるために車を走らせながら、マッカートニーは車の中でその歌詞を口ずさんだ。マッカートニーは、この歌詞は、ジュリアンへの希望に満ちたメッセージだった。 幸せじゃないのはわかるけど大丈夫だよってね曲が発展しマッカートニーが「You are m a d e to go out and get her」というセリフを加えるともう一人の登場人物女性が登場するようになったと彼は書いているこの段階になると曲はジュリアンについてのものから脱却しているとマッカートニーは書いているこの曲はこの新しい女性の関係について歌っているのかもしれない 私は自分の曲にはすべての男女の要素があるのが好きなんだ。昨年9月、レノンは7枚目のスタジオアルバム「柔道」をリリースした。彼はその時、アイハートラジオに68年のヒット曲のオリジナルにあるマッカートニーの歌詞の一つにちなんで、悲しい曲を本当によくしたかったのだと語った。彼はインタビューに答えながら、2015年に亡くなった母親のことを、僕にとって人生のすべてであると語った。以上、ジュリアン・レノン。 ポール・マッカートニーが作曲した「ヘイジュード」との愛憎関係を明かすとのニュースでした。今日もビートルズワールドニュースをご覧になっていただき誠にありがとうございます。ジュリアン・レノンの「ヘイジュード」に対する気持ちをお伝えしましたが、今や世界中の方々がこの曲を聴き、心癒されていることは、この曲がいかに名作であるかがわかります。私もこの曲があったおかげでビートルズファンとなり 一番のお気に入りの曲ですもし来年ポール・マッカートニーが来日公演が実現すればまたこの曲を会場で歌いたいですこれからもビートルズソングやポール・マッカートニー情報をお伝えしますので今後もビートルズワールドニュースをご覧になっていただけますようによろしくお願いいたします